こここににおおいてて地下に怪獣が支えておりますこれは亀が支えていることもありますし力士が支えていることもあるのですがこの下の部分が地下の世界とということになりますこのの地下の世界におかんが置かれていて間もなくここへもう亡くなったこの婦人の体が埋葬されていると考えられます。それからこれが天に向く、えー、と真ん中のところが地上の世界でありますがこの貴婦人の魂ですね 肉体は今おかんの中に収められているんですがその魂がこれから天界にろろうととしているところです中国の伝統思想では生は魂と肉体が合体したことが生命の誕生。 その2つが分かれることが死というふうに考えておりまして今このお墓に埋葬された貴婦人の遺体は地下にこう埋葬されているのですがまだそれが帯ひもでもその魂とつながれている段階でまだ完全にはなくなっていないでこれが断ち切られると本当になくなったというふうに認識されるわけであります。